TBS Podcast。 ちょっとミカちゃん喋んなさいよ、今すぐ喋んなさいよ今すぐ口を開きなさいよTBS アナウンサー、言えてないじゃんかよ、言えてないじゃんかよ急に急に始まるから、さっきさ私がほうとうとかさ、あの寄せ鍋とかさ、冷凍食品食べて、はい、むしゃむしゃ食べたら食べ過ぎじゃないとか言ってたのに、自分はチョコレートですよ出ました、甘いものしか食べないおばさん、ひと箱食べそうですね今ね、なんでそんなに、この間だってさ、よかったです、あのパンをさ番組前に食べるっていうから、じゃあタンパク質があるから、はい、卵サンドパンにしなって、卵がたっぷり入った卵サンドのね、うん、こういうのあるよって、うんって、その隣にあったささつまいもデニッシュとかでさ、うん、もう油と糖質しかないやつ食べてでしょ、枠から外れた食事をしていく、もう誰にも何も言わせない、止められないの、ノンストップ私は自由な食事スタイルでこのまま死んでいくから大丈夫いや生きてよ生きてよさあというわけで TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザサン、第何回目なんだ問題っていうのがあるわけですよ。そうなんです。これ、どうしましょうか。あのね、一番最初はボリュームゼロにしちゃったわけ。はい。で、それによって、ボリュームゼロが1回目、はい、2回目がボリューム1みたいな感じでずれてってるわけですよ。だから、ボリュームで言ったら今回4回目なんだけど、放送で言ったら5回目なわけ。うん、このズレを今後どうしていくかっていうんだけど、うん、どうするどう帳尻を合わせる合わせない、いちいちなんかマイナス1とかいうのも、うんうん、もう大概だよね。でもさ、なんかさ、5回目の放送とか言ってるのも、うん、もうせいぜい10回目までって気もするじゃん、11回目の放送第10回とか言わないじゃん多分、もうじゃあ間取って 4.5 的なことにする、いやだから Windows じゃないんだ、 5.5 ね、2.0、3.5 ボリューム 5.5 みたいなことにしていく、そういう階段の踊り場みたいなところが私じゃ出したいのもういやこれダンディズム的にはどうなんですか、ダンディズムって何、ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ダンディズム関係ないし、5は5だろっていうことですよね、全然分かんない、あなたのダンディズムが全く分かんない、5、あ、割り切れるってこと、5は5だろ、え、分かんない、何かハードボレット的に、うん、5は5だろっていうじゃないですか。いやいや、だからボリューム4で今回5回目なんですけど全然解決する気のない話ですよね。そうだけどさ、じゃあ私はなんか何度も言うけど、はい、ごまかされる時が来ると思う。128回目だって相談な1742件目とか言って、はい、翌日に1802件目って言っても誰も気がつかない、100通したって誰も気がつかないよ多分、あれみんな絶対気がつかない、結構やってるけど聞いてくださってる皆さんから一言入ると思いますよ。いや私2回ぐらい自分で気づいてるけど誰も気づかなかったことあるもん、でちょっと直してくださいって言ったこと、この言われてそれはスタッフでしょ、そうだから、うん、思うんですけど、はい、ボリュームで押していくか回数で押していくかなんですよ。ああなるほどね、うん、であとはもう、はい、じゃあゼロはもうなかったことにしません、どういうことだからボリューム4って言ってればいいんですよ、ボリューム4、ボリューム5です。ただ今回の放送、だからあとはもう、うん、もうしれっと私ツイッターとかああいうのは、うん、最新回がアップされましたにしてるからね、何回目って問わない、ああなるほどね、なるほど、うん、でも何回やったかっていうなんか証は欲しいですよね、やっぱり100回記念とかやりたいじゃないですか。ってことはボリューム4だけど今日ボリューム5にしちゃうってこと、そうですね、じゃあ今日から新規一点、うん、ボリューム5ということで1個飛ばしてかさ増していくってことっ ていうか分かった、こういうとこはちゃんとやろう、というわけで、ね、ジェンスーと堀井美香のオーバーズさん第4回放送でした、ありがとうございました、なるほど、わーというわけで始まりましたオーバーズさんボリューム5 TBS アナウンサー堀井美香とジェンスーでーすボリューム5で今日で5回目、5回目の放送となりました、はい、よかった妻があったよかった、4と5いっぺんにやっちゃうってスタイルよ、はいはい、今日は皆さんお得ですね、よかった今日2回やったってことですね、要するにこれギャラも2回分反省させていただけますかって今日はだからボリューム5で5回目ってことですね、分かりました、ボリューム4と5を5回目にやったのよ、はい、そうだ、はい、今日は5回目です、今日は5回目だからもちろん今度は
ボリューム6で6回目です。まだこれで会いました。よかった。すっきりしたもん。よかった。あなたこれで月日の村のラジオドラマ聞いて怖い怖い言ってたじゃない。はい。あそう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 。ノート読んだ？あめっちゃ怖いよね。はい。スケビの村のねめっちゃ怖いっていうか怖いっていうか何て言うの皆さんも聞いてくださいオーディオ、うん、何て言うんでしたっけオーディオドラマオーディオドラマ、うんうん、オーディオムービーか、うん、すごい音が良くてね、うん、ちゃんとイヤホンで聞くと、うん、結構な恐ろしさですよね、はい、でノンフィクションを元にしてフィクション、うん、だちょっと違うんだよね、うんうん、でノンフィクションの方は私あれノートで、うん、発売された時に、もう必死になって、はい、買ってはい、読みましたよあ本当に、はい、私はこのポッドキャストを、ま、鳥山ジョー君っていうあのスタッフが作ってるんですけど鳥山がやってるんだそうそうそう、うんうん、で聞こう聞こうと思ってたんだけど、うんこのポッドキャストを聞いた後に「つけびの村」のコマーシャルが入るの怖いでしょ、はい、私たちの後に「つけびの村」のコマーシャルでまあ恐ろしいと思って高橋由紀さんのね、はいうん、聞いたら、うん恐ろしかったです。恐ろしかったです。怖い怖いって言ってね。怖い怖い。最近怖いことありました？怖い怖い怖い。最近怖いことですか？だから怖い話をし。鳥のホラーっていうのはどうですか？嘘。いや考えてこなかったな。自分から怖い話しようって言っといてね。言っといて。なんかあります？まあ普通に何？毎日怖い。何かしらある？旗と映った顔が想像してた顔と違うってこと？あ、そうね、ありますね。これじゃなかったはずみたいなのありますよね。そうですね。トワイライトゾーンが頭の中かかってきますよね。やっぱりインカメとアウトカメラのインカメが非常に怖いですよね。ねえ。はい。あと補正されてるじゃないですか。どこ行っても大体撮られた写真も。そうされてない時のねリアルがすごいですよね。戦列が走りますね。ねこれね内側カメラって大体携帯についてるじゃないですか。うん、はい。これもデフォルトで修正されてるんですよね。はい、あなるほどね。そうだからこれが何が怖いってデフォルトで修正されてない、はい、で肌のトーンもなくし、うん、美肌モードもやめ、はい、もう全てをやってみて怖い怖いやって、はい、やった堀井さんは、はい、せーのまあ深海魚泳ぐ泳ぐショック死ショック死するびっくりするほらこういうことなんですね。そうぶつぶつ私も何これ。いきなりそのすごいびっくりするね。いきなり映った自分の顔に血の気が引くことがあります。人が見てる顔ってこうなんだ。そうなんか自分だとか勝手にさ。そうですね。うん。怖い。ハロウィン。ハロウィン。あの鏡も自分じゃないんだよあれは。そうだよね。ね、うわすごいシミがある私シミがないと思ったけど消えただけだったカメラで。こういうさ反射したところに映るのも。うんあの本当の顔じゃないんだよ本当の顔って何ですか、どこにあるのかしら本当の顔って何ですか本当にうわーごすごい本当の顔って何だからその見た目で言うと、うん、見た目で言うとねうん。で顔に全部人生出てくるからもうこの年になってくるあー分かるそれはすごい意地悪な人ってさ、うん、意地悪な顔してるよね、うん、あめっちゃ可愛くなったほらあの小顔効果とかいっぱいつけたらどうだからもうこういうの見慣れてるからいいのよ、うん、偽装写真は見慣れてるこれならいいのになあなたの怖いことは何ですか私ね先日ふと時間が余った時に元彼の名前を画像検索しちゃったのよ怖いわもう怖いわ怖いひどいそうするとさ、はい、これ元からの名前をインターネットで検索するっていうのはまあやるじゃん、うん、何年かおきに時間が余った時に私はやるんですよ、うん、定点観測のように過去の方を全員一人ずつもう天候のように生きてるかなっ て、そうするとねインターネット黎明期なんかはそんなことなかったんですけど、ここぐらいになると何が問題って、その名前の別の人がそこそこなんか名前が出る仕事をしてたりするわけですよ、うん、知らないけど、うん、吉田和夫さんだとしましょう、うん、昔だったら吉田和夫って言ったら、うん、卒業の時の彼の昔の写真だったりとか、うんまあ、あと全然知らないおじいちゃんとかだったのが、うん、今例えば吉田和夫で検索するとですね、町田市の議員みたいなの出てきちゃうんですよ、うんうん、吉田和夫和夫だけひらがなみたいな、うん、そうするともう画像検索から私の元彼の吉田和夫を見つけることはほぼ不可能になるわけですよ、はい、だってもう吉田和夫
活動して活動して全部あげてんだもん、それ。はい、はい。その人しか来ないんだもんね。そう。だから元彼と同姓同名が代議士になったらもうダメ。あ、言っていいですか？どうぞ。私も、過去にお付き合いした人で、まあ、ちょっと最近なんかこれ旦那さんが聞いてるっていう話もどっかからなんか聞いたからちょっといいじゃないですか。まあいいんですけど、まあ多分聞いてないんですよ、うん、私の仕事に全く興味ないから、うん、なんですけど、なんかポッドキャストすごいらしいじゃんってこの前私に急に降ってきたんで、いいね、でもまあ聞いてないと思うんですけど、うん、いいんですけど、私、まあ、調べるとしたら3人いるんです、はい、本当に好きだった本当に好きだったですよね、付き合って人は何人、付き合って本当に好きだった人、まあ、だから付き合った人は分かんないけど、まあ、で1人がね、本当じゃないの、1人がやっぱりね代議士の名前なの、あやばい、これ全然つかないでしょすっごい分かる、も私も検索したんだよ、スーツ着てさ斜めにたすきかけてさ、グーみたいなさ、空に向かってグーみたいな写真出てこないでしょ。私の衝撃的だったのは、ある土地をドライブしてたら、うん、その人の名前の看板がダーってほらほら代議士になったんだと思って調べたんです、同姓同名、そしたら違う人だったの、うんうん、分かる、いやー怖いね、怖い、代議士は無理、代議士になっもう沼に、沼の中に入っちゃってるから、無理もう絶対ダメで、探してそんで、でも私掘ったの、掘りまくったの、うん、アルファベットにしたの、カズオ、ヨシラにして、ヨシラにして検索したわけよ、怖い、そしたら海の奥深く深いそこから出てまいりました、深海魚が出てまいりました、深海魚が出てまいりましたよ、もうね、先方、結構年上の方だったんで、50も半ば、はい、でもびっくりしたのが、はい、白髪で、もう顎とかに、うわー、ひげ生えてて、私さ、前回さ、顔と、顎と首の境目が分かんなくなってきたから、むちゃむちゃしてきたから、うん、水辺の水彩画みたいな輪郭になってきたから、ひげ生やしたやつだじゃん、うん。間違いでした。リアルにひげを生やした人見たら、うん、もうね、早尾宮崎でした、完全に。いいじゃないですか。宮さんでした、もう。すごかった、もうてか、なんでそんな入り入り触れみたいな感じになっちゃって、へ、全然もうなんかへ、すごい乱暴な言い方するとスカパラに一人入っててもおかしくないなぐらいのスカパラ感のある人だったのよ、へ、スカパラシックな人だったのが、うん、もうなんかWC ニコルみたいな、そう自然大事にしてる感じになっちゃって、 WC ってどうじゃないの、 WC ってトイレ飛んでんじゃないのWC ってなんだっけ、 WC って何の略だっけ、わかんない、 WC トイレの略じゃなかったっけ、ねえ、CW ニコルさんでした、そうでした、ウォータークローゼットやっぱりトイレですよね、うん、CW ニコルさんニコルさんニコルさんみたいになっちゃってたの、すっごいすっごいヒゲでびっくりした、なんかだとにかく全然私の知ってる人ではもう亡くなってて、うん、でどうすんのそれ見たら、どうすんの、すぐ友達に画像転送ですよそんなの見てくれっつって、こんなんなっとるわ、だってもう本当に胸元まであるんだよ、いや、しかも白髪でしょ、なんかいろんな考えをお持ちの方ではなかった、いや特に何の考えもなかったんだけど、それでなんかそれは見て終わりってことですか、そうで、うわこんなんなってたわっつって、わーはーはーって言って終わりなんですけど、うん、やっぱり、ね、行方不明になってるのもいるんですよね、私もやっぱり3人、うん、3人、うん、こんなこと初めて喋りますけど一人はちょっとね名前がね割と出てくる人なんですよ、はいはいはい、だからその人はもう調べないし、うん、もう分かってる、うん、今こうしてんだなってのは分かってる、うん、二人は、うん、まあ秋田にいた時とかの人じゃないですか、はいはいはい、もうほろ苦い、うん、初恋の時のみたいな、うん、でも調べても、まあ私調べ方が浅いと思うんですけど、うん、調べても一切出てこない、だからなんかその人っぽいなって思った、そのやってないっていうことだから、ね、そうね、うん、なんかすごいほっとしたし、うんうん、なんか嬉しかった、フェイスブックなんかイエーみたいな、うん、イエーみたいな感じで全然写真なかったから、写真も上がってこない、名前も上がってこないだったから、うん、とっても嬉しかったです、
これね、うん、多分調べ方が甘いんだと思うんですよ。甘いんだと思う、うん、でも甘いことが幸せだと思う。そう、甘々で調べたの自分も、うん、あもうこれ以上やめようみたいな、うん、次へ次へって進んでいくじゃん、うん、2ページ3ページ2ページぐらいでやめといたから、うん、はい、あのね私の友達で一人、うん、KGB みたいなのがいるんですよあのインターネット KGB みたいなのがいるんですよ友達で。で本当すごくて縮み上がるね。いやってかね本当にだからもうインターネット KGB に捕まったらおしまいなんです。そうですね。本当すごいよ。怖いですね。でもまあ本当にあの元彼のなんかっていうのは調べない方がいいよ。でもやっぱ何年かに一回やりたくなんない？いやーないない。もうなんか、うん、昔ちょっと一回あったけど、うん、ないな。私はやっぱね調べちゃうんだよね。うん、もうインターネットが悪いからさ、私が悪いんじゃないからさ。うん、うん、そうだね。ワールドワイドウェブが悪いからさ。怖いよ。怖いよ。もうどうする他みんなひげ生やしてたら。私と別れたらひげ生やすっていう。ねえ、あと何人かいるけど。生やさずにはいられなくなってきてる。Can't stop falling in love みたいな言い方すんな。恋に落ちずにはいられないみたいな。六本木野獣会みたいな。なんかこっち、ね、チームができて。古いですそれ。いやでもね、ひげ生やして元気そうで、あの結婚して、うん、私のことなんか全く覚えてないと思うんですけど、うんうん、本当にね、うん、誰か一人でも思い出してくれるんでしょうか。いやーでもなんかあなたとかだってさ、元彼たちはすごい見てる、別れた直後からずっと見てるわけじゃん。いやだからそうですよね、うん、そう忘れたくても忘れられないじゃん。いやーっていうかだからまあ別に調べようと思わなくても何かの折で見てしまったりとかするじゃないですか、うん、する、絶対にする。その時にやっぱり私とスーちゃんがなんかヒョウ柄みたいの着て踊ってたりとかすると、うん、やっぱりなどうしちゃったんだろうって思ってるでしょうね、うん、それはあると思いますよ。なんかでもまあ楽しそうだなっていうのが残ってる方がよくない、うんうん、まあどうなんでしょうね、まあ、さっぱり忘れてるかもしれないですし名前とか。いやでもググってると思いますよね、うん、ねなんかそうさ、そういうのどうしてるんですか、そういうあのいただいたものとか、うん、いや私ね今引っ越しやってるじゃないですか、はい、引っ越しの準備、はい、あの昔の男からもらったもの比較的平熱で全部取っておけるタイプなので、うん、すごいのがいっぱい出てきたんですよ。やっぱりどうするんですか引っ越しとなった。いやもちろん持ってきますよ。で26ぐらいの時に付き合ってた男の子との交換日記が出てきたんですよ。あー素敵、26、うん、はー素敵。で交換日記って26ってやらないよね普通ね。26ってどこかで手渡しするの、うん、会った時に渡す、会えなかった日の分を書いてっていう。あーほぼ一緒に暮らしてたりとかして。そうそう、うん、しないしない、ね、会うと週に2回とか会う時にその前間の文を書くんだけど、はい、まあそもそもなんで交換日記を始めたかっていうと、その子文章がすごい上手くて、うん、だからその子の文章が読みたいからって言って無理言って始めたの覚えてるんですけど、うん、今読むとさ、うん、私の文章下手くそすぎてさ、もうお尻拭いてトイレ流したぐらい下手くそなの。で向こうがやっぱ上手いわけよ、うんうん、あこの仕事して10年近くなった私は読んでもう上手いわけ。なんとか探し出してさ、分断デビューできないかな、うん、あ、その人はまだ見つかってない。その人も同じ名前の代議士がいるの、すごい本当に見つかんないの。すごい代議士のせいでね、もう全ては代議士が、政治が悪い、日本語政治が悪いよ。でそこ行っちゃうんだろうね、まあ、代議士っぽい名前に惚れるんだろうね。そう代議士になっちゃって、代議士がいすぎ、代議士の名前になっちゃって区議だか、なんか県議だか都議だか市議だか分かんないけど、出てきてあったらもうダメだってなっちゃうの。へー本当に、やっぱりな。いやでもスカウトしに来たね、うまかったね文章、その人探し出したいね、うんうん、本当にね。私ね全然ね彼氏とはまた違うんだけどね、うん、なんか大学の時になんか何人かでご飯食べたんですよ、うん、あれは合コンじゃなかったけど、まあ、人数的にはなんかなんなんみたいな感じだったかもしれない、はい、合コンだね、うん、ではなかった、うん、そんなことで言ったのはなかったけど も, けどもそれでなんかちょっと年配の人たちだったんだよね、はいはいはい、はいはい、でご飯食べたんですよね、うん、たらさ一人さなんか占いが得意だっていう人がいて、
その人が私まだ全然あのアナウンサーになろうとも思ってなかった時、嘘なんつって私占いとか全然信じないから、うんうん、あの見てもらったら、はい、あなたは、うんアナウンサーになるよって言われたんです、全然考えてなかった。でこうこうこうして子供何人いてこういう人生を歩むよって言われたの。そしたら今その人の言うまんまになってるわけ。そうでしょ、そう子供2人って、そうでその人を何とか探し出したいと思って、3人なんかあっち、あ2人、うん、2人でこっちは3人か2人だったんだよね、うん、でそのもう一人の人、うん、この人がセッティングというか、まあなんか会をご飯食べようよっつってご飯食べたから、はいはいはい、うん、その占いしてくれた人とは全然私名前も覚えてないし、うわうわうわ、もう一度その人に会って占いをしたいんだけど、それどうやってね、ずっと探してんの、名前もネットで、ネットも分かんないけど、うん、その用意してくれた人の名前を入れて、はいはい、占いって入れてみたりとかして、はいはい、いろいろ探ってんだけど、うん、あのその人は出てこない。ちょっとKGB に預けてきますよ、うちの KGB に5分で多分帰ってくると思うよ出てこない、出てこない、見つけ出せない人いるよね。いやいや知りたいよね、うん、でもそれね、うん、今この後どうなるんですかっていうさ、うん、気になるわ、気になるわ。占いとかあなた全然信じないでしょ。そう、私も全然信じないもん。一回だからそのさっきのヒゲモジャいるじゃん、うん、ヒゲモジャに振られた時に、うん、あの脳がちょっと異変を起こして普段しないことをやるっていうんで、うん、1万円払って聞きに行くみたいに行ったことあるわけ、うん、流行ってたじゃんそういうの、1万円ぐらい流行ってなんかよくわかんない、で友達が行くっていうんで、じゃあ連れてってつって1万円払って行ったら、うん、なんかこうでそこもさ私もさなんていうの、性格が出るっていうか、うん、こうちゃんと数式みたいなのに当てはめて理論的にやる占いっていうのを、うん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 、とこ行ってさ、でなんかカチカチカチみたいなエクセルみたいなのやったら、なんかで逃げ惑うリスって言われたのそこでパッて目が覚めて、私何に1万円払ったんだろうと思って、逃げ惑うリスが見えますって言われた知ってる美香ちゃんこれさ、何これ怖い話またあったわ、怖い話、怖い、行くよ行くよ怖い話。これさ今年さ結構な年じゃないですか、はい、いろいろあって、はい、でもう疲れちゃったじゃないですかみんな結構、うん、でこれどうなるんだろうね今年はねなんて言ってて、うん、まあ、それもまた私、うん、あのさっきの KGB と話してたんですよ、うん、そしたら大変だよと、うん、で何がっていうと去年の後半に出てくる、うん、2020年はどうなるっていう占いあるじゃん、うん、はいはい、来年はこんな年って、はいはい、ああいうの一切覚えてないじゃん、はい、全部書いてあったって言われて、ってなってびっくりしたんですけど、フランチェスカ先生のアモーレ先生術、こちらにですね、これなんだっけな、雑誌のシュプールだ、はい、シュプールの占いをやってる方で、はい、まあ、なんかでも今年ってすごいらしいんですよ、はい、なんか3つの星座が一直線になるグレートコンジャンクションっていうのがあるらしくて、うん、それ団子三兄弟みたいになるらしくて、うん、それがなんかすごい何年かに1回しかないらしいんですけど、はい、その時ね、だから2019年に書かれていたことですよ、はい、このシュプール .jp でアモーレ先生術、フランチスカ先生によりますと、うん、2020年は宇宙も様々なターニングポイントを迎え大忙し、グレートコンジャンクションと呼ばれる大転換期に突入だということで、うんうん、全く新しいステージに地球はシフトします、物質中心の時代が終焉を迎え、うん、精神性の時代がスタートするスーパー大転換期、うん、もっと柔軟多種多様ユニーク博愛主義で自由度の高い世界に移り変わっていく途中で、うん、これまでの権力や富が一極集中し行き過ぎた効率化や確率化によって硬直化していた社会のあり方が見直されるでしょうって書いてあるの、怖ーみたいなさ、まあどうにでも読めることですけど、はい、変化は常に意識が先行するんで、変更するのは2023年かなって、ちょっと先っていう、まだ先らしいんですけど、とにかく2020年大変な年になるよということが、今までの価値観とかが全部壊れて、
考え直さなきゃいけない時期になりますよと、時代遅れのシステムやルールの解体が進むでしょうと、へいうふうに書かれていて、うーわって言って、でなんかそれでちょっと待って待ってって言って、いろんな占い師の2019年末に出した占いっていうのを調べてきたわけ、はい、でもちろん私もその子もそのエンターテインメントとしての占いは好きだから、うんうんうん、それによってなんかこう別に引っ越しの日を変えたりはしないけども、うんうん、ねエンターテインメントねとして見ようねなんて言って見てたら、結構そのグレートコンジャンクションっていうので、なんかいわゆる大転換期、価値観が全部変わるみたいなことは書かれていて、大体こういうの書かれてもさ、うん、ふーんって流しちゃうじゃん、うん、でまさかこんな新しいウイルスとかによって我々がそうせざるを得ない方向にシフトしていくとは想像もしてなかったねっていう話をしててさ、怖いね、何があるか分かる、いろいろ昔2019年に出された2020年はこうなるって占いを見ると、どこも結構、うん、もうとにかく価値観がガラッと変わるとか、生活がガラッと変わると今までのようにはいかないみたいなこと結構書いてあるわけ、うんうん、それとさ別にウイルスの発生のタイミングが重なるわけじゃないけど、こういうのって覚えてないもんだねって言って、そうだね、超常現象、そうなんです、もののけもののけ、そうで怖い、でしたらさ今度さ怖いびっくりしたんだけどさ、怖い、スカパラがさグレートコンジャンクション2020って曲出してささっきのスカパラ身のある男の話からさスカパラ身のある話男がなくて何とかと年末頃でさ、スカパラがさ今年さグレートコンジャンクション2020って曲出してんのよ、やっぱなんか繋がってくるみたいな、スカパラすごいね、うん、本当に怖いわ、なんだって、ここで一曲お聞かせしたいんだけどポッドキャストができないんだよね、みんな頭の中でイメージするから YouTube とか見てほしいですね、なんかそうね、怖いこといっぱいあるよ、いっぱいあるよ、メールいきます、ラジオネームボートミンさん、うん、ラジオネームボートミンさんだけど宮城県って書いてある、うん、男性28歳、皆さんこんにちは、28歳のアラサー、アーラーザさんだって、アーラーザさんってちょっとまた物議を醸す感じ、おはこんばんちは、前回セヨさんがサラダチキンの汁を体にこぼす、いわゆるカラダチキンの話をしていまして、思わずメールせずにはいられませんでした、うん、私はサラダチキンが大好きなんですが、どんなに気をつけていても10回に1回カラダチキンが発動します、はい、その度に服を汚してはため息をつくばかりで、ひどい時はチキンごと体に落ちてきて、さすがに着替えたこともありました、あるよね、息がいいよね、そこでふと思い立ってサラダチキンかっこスペース汁でググってみたところ、ちょうどいい対策方法が見つかりました、うん、それはサラダチキンを開封する前にチキン全体を軽く揉むという簡単なもの、うん、軽く揉み揉みすることでチキンが汁を吸ってくれるのとのことで、いざ試してみたところ成功、しかもチキンが軽くほぐれている状態になるためチキンだけに一石二鳥で食べやすくなりましたよかった、やってみたい、やってみよう、ちょっと揉んで、あ、うん、そうですか、もう私ネイキッドチキンだもん最近、裸で食べれば絶対どこにこぼれたってもう気にしないっていう、そうね、ネイキッドサラダチキンだよ、なんかサラダチキンとかすっごい食べてんじゃないのあなた、うんうん、そうそう、カーネルサンダースか確かっていう、そうだよね、すごい飽きないですね、飽きないとかじゃなくてタンパク質、あなたが完全に軽視しているタンパク質、あなたが最近肌の膨らみがどうとか髪の毛が弱くなってきたとかいうのは全部タンパク質不足だけど、それでも無視するタンパク質、うん、いやもうね本当私ね、卵かけご飯とか食べ飽きたんだよ何の話ね、何のタンパク質の話、タンパク質、うん、だからもう食べ飽きて、うん、昔やっぱ貧乏だった時に、ね、そんな話初めて聞いた、ちょっと待って、昔貧乏だった話一回も聞いたことない、ね、捏造するな捏造するないや私本当に貧乏だったって言ったじゃないあなたに、それ大学時代とかでしょそれ普通だからみんなその時代にやっぱり、うん、毎日卵かけご飯しか食べてなかったから、うん、若干卵かけご飯に飽きてんのよ、はいはい、わかる、今っても20年経ってるけどあとえのきだけっていう瓶に入ったやつ、あればどっちかかけて食べてたから、そうっていうかさ、うちらが大学の時って、うんうん、こんなに安い食べ物なかったよねご飯ね、うん、マクドナルドももう少し値段高かったし、うん、コンビニだってこんなんなかったし、うん、今まあ、よいいことなのか悪いことなのか非常に微妙なところではあるけど、うん、ワンコインで結構お腹いっぱいになるとか、そうだね、まあ、羨ましくもありつつちょっともうちょっと儲けさせてよって気もしつつだけどさ、うんうん、ご飯を炊いて、ね、そこに何かをかけて食べることしか知らなかったから、それが一番安上がりだったんだよね、あの当時はね、チキンとか卵とか、うんうん、そうですよね、まあ、飽きちゃったんだ、うん、だからタンパク質っていうものからちょっとこう乖離してる時がある、うん、確かに
家買って飲んでないでしょあれ。何が？不在票入った後どうしたもう一応もらった、一応もらったけど、なんか空いてないかもしれない。それ私買い取るから、それ私買い取るから EAA っていうですね、 BCAA のよりもっとですね必須アミノ酸が入ってるっていうドリンクを私が飲んでるんですけど、それを堀さんが私も飲みたいって言うからここで買えるよと教えてあげたのに、でもそれ本当に買い取るわあれね、うん、宅配便が郵便局だと、うん、郵便局ってほら一回戻っちゃうじゃないですか、うんうん、だからちょっと取るのか全然関係ない、全然関係ない話でございますけれどもですね、おばさんあるあるコーナーってないって、そんなコーナーおばさんネームよっこいしょうこさんですね、うん、46歳大田区の方。スーさん、美香さん、こんばんは。週末のおばさんワークとても楽しみにしています。最近おばさんのゾーンにどっぷり使って困っているとこです。指が乾燥してスーパーの透明の巻いてある無料の袋を開きにくい、紙を1枚だけ取りにくい、本のページを1枚だけめくるのが困難、最近は息子の顔をこするとガサガサで痛がられる、スマホの指紋が認証しない&画面のスワイプに反応しないなど手の水分問題です。その他の問題、紙や本のページめくり、皆さんいい方法ご存じないでしょうか、ともすると紙の場合は一人しかいない部屋でペロッとしてしまいそうになります、指をね、あとマスクの下でひげが伸びがちなのにも気づきました。皆さんどうされてますか、おばさんの皆さん、おばさんの困ったあるあるの解消法をこちらで共有できたら楽しいかと思いました。これいいアイディアだね、おばさん掲示板っていうことで、はい、おばさんに聞きたい質問、おばさんの質問を誰かがする、はいはいはい、そして翌週以降に掲示板に答えを書くように、いいですね、そうそう答えとしてね、ひげ、うん、はどうされてます。でもひげはそんなにこの年になって伸びてこなくなりました、ね、そうじゃないですか、逆ですか、ってかずっと、若い時より、あの生えてこない1ヶ月なんか2週間とかサボってても、いやなんかもう本当に結構なピンセットでグッて抜かないとやばいぞっていうぐらい濃い毛が右の下の顎だけ、あと左の口元のナマズヒゲのとこだけ出てくるんで、私無人島とか行ったら本当やばいんですよ。無人島に唯一持ってくるの多分毛抜きだと思います。だって、見つか、おい、ここにいるぞって見つかった時、左だけラーメンマンみたいになってんのよ。左だけラーメン。手で抜けばいいじゃん、そんな。そこまで行ったらね、頭いい。ラーメンマンになるまでは、でもそしたら絶対そのヒゲで遊んじゃいね、ワンレンみたいに。くるくるくるって人差し指に巻いてさ、ねえねえって。あのさ、誰と喋ってんだって話だけど。こうパチッってやってますよ。ヒゲ。ヒゲね、ヒゲの、ね、多分これは相談してもしょうがないけど、白目が濁ってるなっていうのは最近分かる、ある、ある、分かる、ね、なんか私たちがさ20代の時さイタリアの目薬っていうさ、分かる分かるでしょ、分かるでしょ、あれ何だったんだろうね、もうあれ何だったシリーズだよ、ね、イタリア産の目薬で白目がすごい透き通るっていうのをお土産でもらうことがすごく多かったんですよ要するに売信ってことですよね。そう売信だけど、でも売信のもっときついやつで、うん、本当に白目が真っ白になるのよ、うん、だけどそれってつまり多分毛細血管が全部止まってあの時そういうさ理屈が分かんなかったこと結構ない？ね、うん、実はひどいことをして直してたんだっていうのをね。目の濁りが真っ白になるんだけど、うん、あれイタリアの目薬って言われたけど、でもイタリアってなんだ本当だったのかな？イタリアってあったのかな？本当に誰もイタリア人使ってなさそうじゃない？いやだから中国の石鹸とかさ、イタリアの中国の石鹸痩せるやつ。そう。あれさ、スベルトとかの時だよね。竹塩石鹸？そう、私の父親も仙台で買ってきたからさ。中国じゃないじゃん。お土産で。中国じゃない。仙台の出張で買ってきたからさ。うん、あれ、もうだって冷静に考えるとそんなはずないよねって、ね、石鹸すり込んで痩せるって。そんなわけないよ。そんなわけないよねっていうのをやっぱり。なんだったんだろうね。信じてたよね。信じてたね。あるしね。うん、やっぱあれですよ、我々の時代やっぱ情報がまだまだですね、統制されてなかったんですよ。そう、もう口コミだったもんね、普通のね。でも今だってさ、ネットとか見てるとさ、うん、あのごっそりとか書いて、でも何がごっそりか書いてないみたいな。なるほどね、便なの毛穴の汚れなのどっちなのみたいな。なるほどね、
若い子たちは騙されちゃうと思いますよ、うん、指のカサカサはどうしてるかリスナーの皆さんに聞きましょうか、ね、そうですね、うん、あのどうされてるか皆さん教えてください。来週1個掲示板です、うん、人生の選択とはというレディオババアさんからです、はい、ありがとうございます。スーさん美香さんこんにちは。先週の放送で選択というお話がありましたが、はい、お二人の話を聞いて私も我が人生を振り返り改めて思いました、うん、私って人生の選択をことごとく誤ってきたなと。まずは結婚、周りの反対を押し切って大恋愛したものの10年後に離婚、うん、それより蘇って結婚3年目に仕事を辞めて有金全て持って海外移住し、うん、これも2年後に破綻、うん、夫婦無職、全財産10万円、うん、2歳と血のみ子を抱えて故郷に戻ったことの情けなさ、恥ずかしさといったらお金のことももちろんだけど、自分の仕事を失ったことはつらかった、あまりにつらくて今はなかったことにして思い出さないようにしていました。しかし先週の放送を聞いた時に思ったんです、うん、そういえば私人生最大のグッジョブをしていた、離婚という名の。離婚してからはいわゆる離婚しても負けへんで精神で不思議とパワーがみなぎって再就職して養育費なしで子供を育ててたじゃない、本当あの時の私よく決断したよと、うん、そうすると子供を授かったのだから結婚も失敗とは言えないし、海外に行って下の子を授かったのだから移住も失敗ではなかったのではと。そうよ、きっと授かるために行ったに違いない、有金全部はたいて今までの恥の多い人生を送ってきましたと思っていた私は、実は気づかぬうちにその場その場でベストチョイスをしてきたものと言っていいのかも。いいえ、そうに違いありません。叩かれても気づかぬふりで起き上がる、負けへんで、たとえ勝ちにはいかなくても本当これ大事ですよね。これからも続々誕生するおば仲間たちのためにちっちゃなことはどんどん笑い飛ばしてくださいということで、ありがとうございます。ありがとうございます。心理学用語とか社会用語とかで最近よく言われるレジリエンスってあるじゃないですか、はい、なんかすごいで、レジリエンスって多分訳すと負けへんでなんですよ。あの回復力とか復元力とか、うんうん、そういうこと言って落ちるのはしょうがない、うん、そっからどう V 字回復するかっていうことで、うん、この方なんて筋トレって筋肉の細胞を傷つけないと筋肉って強くならないっていうと一緒で、うん、もう傷ついた分だけ強くなってる。なるほどなるほど。ミセスレジリエンスですよ。ミスだからミスか、はい、ミスレジリエンスでございますから素晴らしいですよ。ラジオネームチャブコさん、スーさん美香さん、おはこんばんちは。毎週勝手に愛の手を入れながら聞いています。ありがとうございます。最近初めてショッキングピンクの服を買いました。今まで絶対に選ぶことがなかった色だったのですが、なぜか気になり部屋着にしたモコモコパーカー。近眼と老眼で家の中全てがぼやけて見える昨今ですが、このパーカーを着ると自分自身の存在がはっきり認識できるし、脱ぎ散らかしてもすぐ見つかります。好きな色が増えるのは楽しいですね、うん、さて私が火事で傷つくのはね、洗濯もバサミとかね、うんうん、スプレーして流すだけに毎回期待してやっぱりこすらなきゃダメ負けへんで、わかるやっぱり弁当ぬるぬるしてんじゃんみたいな、そうそう、シュシュとかね、トイレもさ、そうそうそう、これおさぼりリングが何とかつってダメじゃんってことね、結局こするんだっていうのありますよ。なんで騙されちゃうんだろうね。ねえ過剰な期待をしちゃってますからね、私たちってね。人に対してもそうなんでしょうね。そうそう、あ、もうやらなくていいっていう自分への甘えもありますしね。そうそう、だけどそこからのレジリエンスですよ、ね、だってレジリエンスって今すごい必要な力なんだって、知らなかったけど。とにかく落ちてもそっから負けへんで、で這い上がってくればそれでいいんですって、うん、なんかさ、あの次回はさ、ちょっと私負けへんでっていうのはさ、若干まださ力に余裕がある人たちのできることじゃない、うんうん、でもさ、この前さ、なんか本当に傷ついている後輩がいて、うん、はい、本当にもうやる気をなくしている人がいて、うん、アナウンサーじゃないですけどね、うん、その時にはやっぱり負けへんでって言えなかったんだよね。そうね、うん、その時ね、負けないでって、うん、言えなかったの。変でってね。もうそんな時なかったね、うん。もう落ち込みしすぎてて。わかるわかる。だからそういう時になんかもうもう全部嫌、何も嫌、もう本当に嫌なんですこれっていう時に、いやーここ負けないでとかは言えなかった。言えない言えない、それは言えない。負けへんではやっぱちょっとまだ余力のある人じゃん。うん、てかバネのある人じゃん。余力があるっていうか、ちょっと回復してきてからの V 字ドーン落ちて、そこからちょっと上を向けたかなぐらいの人が言えることだね。そう、うん、だからもう落ちたばっかりの時って、うん、そうね、じゃあ何を言ってあげて、言えなかったよね、うん、だからそれをスーちゃんとやっぱり討論したい、うん、探していこうか、その正解を、ね、朝まで
朝まで。テテテテテテ。でもそれは探してあげたい。多分そうやって傷ついている人たちに、なんか ね、頑張れって言っちゃいけないじゃん。いや私さもう時間なんでもうそろそろやめきゃいけないんで最後にあれしますけど。はい。お友達に言われたんですよ、はい、部下を怒るときは果たして自分が 100% 満ち足りた状態かどうかをまず確認しようと、うん、自分が 100% 満ち足りた状態でもこのミスこの、間違い、うん、この態度に怒るかどうかって考えて、うん、怒るなと思ったら注意をするなり指導をするなりと、うん、でそうすれば必ず一貫性が出てくるから自分の気分で人を怒らないようにっていうの聞いて、うん、なるほどおっしゃる通りで心に刻もうと思ったんですけど それと派生商品でこの間思いついてまさにあなたの言う通り人間誰でももうこれ以上頑張れないとか、うんうん、全員もうピーだみたいな時あるじゃないですか、うんうん、もうこれ以上何も振ってね自分の存在価値もゼロだし周りの人も全部憎いし全てに振ってねしたい態度、うん、傷ついてボロボロで、うん、そうだってた時にどう答えるかっていうか、うんうん、そういう状態の時だったらどう答えるかでやっぱり相談に答えなきゃダメだなと思ったんですよ、うんうん、自分で。そうだね。その傷ついてるものに関しては、うんうん、もうちょっと心が上向きになってる人は別だけど、うん、本当に追い詰められたっていうものに関しては、うん、自分がその時を思い出して、うん、その時にこの答えが受け止められるかどうかっていうのを考えてから答えなきゃダメだなっていうのを改めてね思いました。そうですね、うん、ちょっとじゃあそろそろ次私あったかタイム田中みな実のあったかタイムが収録がありましてそっかじゃあそろそろ、はい、私ちょっと遊びに行こう行こうか、うん、向こうじゃあちょっと怒ってこよう、うん、なんでこないでやってプロフェッショナルやって向こうプロフェッショナル怒られに行くんだよ私たちちょっと田中みな実さんに怒られに行ってきますみな実お疲れ様ですそしてあ TBS アナウンサー堀井美香でしたジェンスーでしたオーバー TBS ポッドキャスト